どうも、Y2 ドラムスです。今回は2000円で超音ドラムペダルを作っていくよ。準備ができたら、早速スタート。まず最初は、短い方の板の裏側に、両つがいをドライバーで取り付ける。次に先ほどの短い板を、長い方の板に取り付ける。横から見た図。次に、踏んだ時のストッパーの役割になるゴムブロックを両面テープで取り付ける。上の板がこのストッパーにぶつかって音が出るので、音量が気になる人はここの素材を変えてみてね。次に、ボードを跳ね返す役割のスポンジを両面で取り付ける。このスポンジのサイズで踏み心地が変わってくるので、いろいろ試してね。最後は裏返して、滑らないようにマジックテープを貼る。これで作業は終わり。踏む部分が滑るようだったら、滑り止めを置いても OK。横から見た図。上から見た図。完成。手軽に試してみたい人はぜひやってみてね。